しゃー、行くぞ。大ちゃん、小学5年生でしょ。岡崎大輔でしょ。オッケー。大ちゃん、大ちゃんだよ。大ちゃん、大ちゃんだよ。38歳の大ちゃんです。とは言ってもね、もう僕のこと大ちゃんって呼ぶ人おらんわ。今はね、もう鳥取のおばあちゃんぐらい大ちゃんって呼ぶの。今みんなにね、おかっちって呼ばれてます。おかっちね。どう、おかっち。大ちゃんが今思ってる、こんな大人になりたいなと思ってる大ちゃんになってるかな。ねえ、背も高いよ。180センチぐらい、ほらビョーンってね。体重は80〇〇キロ、ね、筋肉もたくさんあります。そんなおかちです。今までな、大ちゃんのことを見ないようにしてました。わかる？小学5年生の大ちゃんのことを見ないようにしてたの。隠してたの。おかちの記憶の片隅に隠してたの。頭の中に井戸があるとして、その井戸の中にね、君をボンって詰め込んで蓋をして閉じ込めていたの。小学5年生、どうや大ちゃん、今楽しいか？クラスの人気者、中学受験に向かって一生懸命勉強頑張ってるね。阪神受験研究会っていう頭が良くなる塾にも行って、毎日宿題して頑張って、そのおかげで小学校では一番頭が良くなりました。みんなから頭がいいね、算数できるね、国語ができるねとか言われてな、みんなに問題を教えてあげたりとかして、それだけじゃない、スポーツやってもドッジボールも強いし、バスケットボールもね、シュートたくさん入る。面白いこと言ってみんなを笑かせて、クラスの人気者、頭もよくスポーツもできて面白いね。それが今の大ちゃんでしょ。な、大ちゃん、君に伝えたいことがあってきました。今日は大ちゃんな、ある事件、その事件は1週間後に起きるんだけど、その事件があってからなんとクラスのみんなから嫌われます。無視されるの。誰も話してくれません。そしていじめられることになります。信じられない、信じられないかもしれないけど、本当のことなの。そう、だからおかっちはその時の辛い思い出がたくさんあるから、小学5年生の大ちゃんを頭の中に閉じ込めていたの。みんなが砂場で手打ち野球やってるやろ、もう誘ってもらわれへんようなんで。でも大ちゃんは言うよ、俺手打ち野球したくないし、勉強しなあかんこといっぱいあるから。帰る時も誰も一緒に帰ってくれへんねん。でも大ちゃんは思ってる、俺塾あるし早く帰らなあかんから。朝行ったらな、靴とかもね、片っぽなかったりするね。それやしさ、靴をさ、帰る時さ、靴取るやん、下駄箱が取るやん、置いて置くやん。置いたらな、 M とかね、 K 君とかがさ走ってきて、その靴を蹴るねん。でその靴を投げるねん、遠くに。スポーツが終わった時さ、体育の授業終わった後、お茶飲むやん、みんなお茶飲むやん、おかっちも飲むやん。で飲んで、その飲んで口に含まれてたやつをさ、 M とか K とかがさ、おかっちの前に来てブーって吐くねん。大ちゃんの前でブーって吐くねん。
うわって汚いお茶でうわって濡れるよ、冬の寒い時期に。あまりにもな辛くてな耐えられへんくなってな、そん時初めて泣いたよ。女の子がいるよ、女子がいっぱいいるよ、その前で泣いたよ。授業が始まるの分かってたけども泣いたよ。そう、本当に本当に辛い思いをした。何を言ってもバカにされて、話しかけても無視されて、嫌われて、何も言わんとこう、何も目立つようなことせんとこうってずっと縮こまってたよ。それがこれから小学6年生の卒業するまでずっとそれや。大ちゃんどうや、辛いやろ、そりゃ考えられへんよ。でもほんまのことや。でもな、今やったら間に合う、今やったら間に合うから、おかっちは今ビデオレター送ってんねん。1週間後にその事件は起きた。5時間目の授業や。その日はな、藤本先生はなんか出張かなんかでいなくて、自由時間やって。自由時間でなんかプラバンってやつわかる、あのなんかプラパン、透明のプラスチックみたいなのに、いろんな絵を描いて、それをオーブンでチンってしたらなんか硬いキーホルダーみたいなのができるみたいなやつ、それをね5時間目やっててな、クラスでやってたんよ。寒いよ、寒い時ストーブの周り、ストーブに当たって暖かいなってやりながら、みんなね自分の机に座ってね、それぞれ描いてたんよ。おかっちも描いてたよ、それ大ちゃんも描いてたんよ。大ちゃんはな、確かドラゴンボール Z のベジータを描いてたかな、ベジータの髪とか描いて。大ちゃんはね、もうちょっとしたら飽きるやろ、ずっと机に座ってんの耐えられへんからさ、ちょっと髪の毛描いたら、みんなのとこを歩き回って、おお、こんなん描いてんの、こんなん描いてんのってみんなで見て、そしてもう一回座って目とか描いて、また歩いて、おこんなん描いてるんや、進んでるなとか言いながらやってたんよ大ちゃん。そしてね、おかちの斜め前にさ、北山くんが座ってて、で北山くんは一生懸命描いてて、多分ドラゴンボールやと思うわ、ドラゴンボールの悟空やと思うわ。それをね一生懸命描いてたのさ。でおかっちもね、もう自分の描いてたら飽きたから、その北山くんのところに行って、おお、のぶくん何描いてんのって、何も言わんのよ。何も言う、めっちゃ集中してたからのぶくんな。でおかっちもなんか、何描いてんのさ、何描いてんのさって言って、でこう見せて見せてって隠してくる。いや見せてよって言って、パッて見えたんよ。あ、見えて、めっちゃうまかった、めっちゃうまかったよ、ノブ君。めっちゃうまくて、もうドラゴンボールの悟空やで、孫悟空やで、分かったよ、分かったけど、おかっちはねそれ見て、うわー、ノブ君何描いてんのこれ、ゴリラみたいな変なって言ったんよ。言いそうやろ、言いそうやろ、今の大ちゃん言っちゃうねん。大ちゃん思ったこと全部言っちゃうねん。それがな、みんなにおもろいって言われて人気者になったんよ。でもその時も同じようにあったんやの、ノブくん何これって。じゃあおかっちが言ったら、大ちゃんが言うたら、大ちゃんに言うのか、大ちゃんが言うたらさ、みんな見んねん大ちゃんのこと。じゃあノブくん、お前に言われたないわ、うるさいって言って、シーってなって、で大ちゃんもなんかさ、なんか変な気持ちになってさ。いやもちろん大ちゃんが悪いこと言ったら分かるよ、分かるよ、でもなんなん、そこまで言うことないやんって思ったんや。でそのまま椅子に座って、なんなんノブくん、あいつ調子乗って仲良くしてあげてんのに、もうええわって思ったんよ。でその日はそれで終わったよ。一言もノブくんと話さんかったよ、次の日も。そしてその次の日もノブくんと話さんかったよ。こっちから話しかけてやるもんか、ムカついてきてたよ。そしてその次の日、3日後かな、ちょっと忘れたけど、3日後の朝さ、おかちが朝登校してて下駄箱に行った時に、ノブくんがこう来て、おかちに向かって、おはようって言ってくれた。
準備できてないやんって。いや、おはようって言う、おう、おうと言ったけど、なんか俺まだ許してないし。なんなのそいつ、あいつね、なんか何もなかったように話しかけてきてって、逆にムカついてきてたよ。ノブ君からしたら、なんとかしてもう一回仲良くなりたい、仲直りしたいと思って言ってくれたんやと思うで、挨拶してくれたんやと思うで、でもおかちはまだ許せへんかって、心の準備できてへんかったんよ。そして昼休みになってノブ君が誘ってくれたよ。ノブ君、ノブ君じゃないわ、大ちゃん、大ちゃん、手打ち野球やる。それよ、誘ってくれたけど、おお、いい、おかち、大ちゃん、書かなあかんから。大ちゃんはな、そのまま席に座ってずっと宿題やってたよ。みんな楽しく手打ち野球やってる、でも俺はまだあいつと仲良くしてやらへんぞって思ってたし、あいつと仲良くせんでも俺は塾で友達たくさんいるし、頭ええし、どうせ違う中学行くから仲良くせんでもええわ思ってたよ。それが最後やった。うん、それが最後や。ノブくんが大ちゃんにちゃんと話しかけてくれたの、友達と、名の友達として話しかけてくれたのはそれが最後やった。そっからノブくんも話しかけてくれへんようになって、それだけじゃない、ノブくんの友達、クラスのみんなの男の子が誰も話しかけてくれへんようになったんよ、大ちゃんのこと。そっからいじめになった。小学校卒業するまで友達誰もいいへん、学校行っても寂しい、修学旅行で写真撮るときも集合写真を横にいる男の子とさ、50センチぐらい離れててさ、もっともっと近寄れよって言われたけどさ、全然近寄ってくれへんねん。集合写真撮るのに10分ぐらいかかったよ、そいつが近寄らへんから。いやいや、こいつキモい、キモいから近づきたくないってぼっそり聞こえてさ、本当に本当に辛い思いしたよ。わかった、大ちゃん、あの事件、プラバン事件をきっかけに大ちゃんは寂しい思いをする、辛い思いをする。今ならわかるやろ大ちゃん、おかっち、おかっちはわかる、今ならどうしたらいいか一緒に考えよう。俺が伝えるだけやったら何も響かへんやろ、どうしたらいい、想像して、どうしたらいい、自分の思ったことは言ったらええよ、言いたいことあったら我慢せんで言ってもいい、でも悪いなと思ったら、自分が間違ってるなと思ったら謝ろう、ごめんって、ごめんなって、3文字や、4文字や、5文字や、ごめんな、謝ろう、全部全部謝らんでいい、全部俺が悪かった、違う、全部悪かったじゃない、自分が悪いと思ったところだけ謝って、悪いと思ったところだけ。さっきのプラバン事件やったら、一生懸命描いてるノブくん、一生懸命描いてるノブくんの絵をバカにした、それは悪くないか、悪いやろ、悪いやろ、悪いと思ったら、悪いと思ったところは謝んねん、ノブくん、一生懸命描いてる絵をバカにしてごめんな、それだけや、それだけや、それで、それだけや、わかる、謝られへん気持ちもわかるよ、謝ったら自分は悪い人間なんだと思ってしまったり、自分のこと嫌いになったり、自分自信なくなったりするでしょ。これを認めると負けた気になる、そんな気持ちにもなるの分かるよ、でも悪いと思ったとこだけ謝ったらいいから、分かる、それだけでいいんや、絶対許してくれるからノブくん、そう、それだけを伝えなかった、分かる、
今ならまだ間に合うからな。でこれだけは言っとくよ、その事件でちゃんと謝れなかったとしても、謝って許してもらえなかったとしても、大ちゃんは立派な大人になるからな。今何をしてるか気になるやろ、それはまた今度ゆっくり話そう。どんなことがあってもそこから学んで大きくなっていけるから、大ちゃんは。わかるか？そのまんまでいい。自分の思ったことをどんどん口にする、それは悪いことじゃない。でも悪いなと思ったら謝る。その人と本当に仲良くなりたいなと思ったら仲良くなりたいって言う。それだけや。それだけを伝えたかった。さあ大ちゃん、これから楽しいことたくさんあるから、また会える日を楽しみにしてるよな。それじゃまた会おう大ちゃん。